さあ始まったよ、ウィナーズファイナル。 PO5 なんで3本取った方が勝ちですね。さあお互いシュンシュンと瞬間移動を持ってるキャラなんで、どっちも怖いですね。どこにいても技が当たってしまいそうだ。サディンの炎を巻いて、スー N を浮遊しながら使うと、おっと運べないが、かなり火力を取っていく。おお、ちょっとテレポートが恐ろしい。サディンの炎マックが全く当たらない。なんだ、サディンが帰ってきて浮遊しながら空砲してくる恐ろしい姿。さあ投げて風船を割ってしまう。ミュウツーの緊急回避なんかめっちゃ長いですよね。さあ崖を掴む、ぴったり崖を掴む。なんだあれは、うますぎる。さあもう着地狩り不可能なのか、ミュウツーというキャラ。ウエスマー、崖のウエスマーか。うごともうグーラやら何やらを混ぜまくって、すごいテクいぞこの人。あーっと、ゼルダの膝が刺さっていく。バク上から、お互い復帰が非常に強いキャラ。あーっとガキャウスマからパルフを持っていかれると思ったが、あと隙があったのにしっかり狩られてしまう。おーっと無敵逃げかーす。冬が、ミュウツーの冬ガノンとかよりもなんかかっこいいイメージが。クーへ、クーした、クーゴ、クーゴ、クー、いいぞー。復帰できない。トキワさんが予測したように本当に復帰できなかった。ミュウツー使いなのか彼は。さあリンが嫌な感じで残っている。上からちょっと恐ろしい、なんか本当にデクいこのキャラ。空前からもう一回上ら辺を、上ら辺で空前を当ててしまう。当てて狙っていきたいところなのか。おっと崖を狙わずに地上でしっかり復帰していく。膝が刺される、後突きを。さあ時矢さんまた死ぬという予測をしている。あーだから死んだのはゼルダだった。横火、あれはなん、どういう意図だ。食う前膝みたいなやつが当たって、あっとお得意のあの、おお全部復帰をミスってしまう。さあ膝ウェビーを使っても全然着地狩りされませんね、あのキャラ。わあテレポートからクエヌという動きが超強い。膝がゼルダの空後の判定がめちゃくちゃ強いですね。ミュウツーよりミュウツーもかなり強いはずなんですが、おーっとクエヌからリンを巻いて、もう一回リンを巻く。テレポートで逃げられるが、おーっとつながらない。おーディエゴ上から、あーメテオが出て、え何か恐ろしいやりとり、なんか貫通したりするあのミュウツーのバグですかね、狙っていったのか。さあしかし151と 100% お互い何の技を食らっても死にかねないぞ。うわっと恐ろしい、空上しっかり決めてって一本取っていったのはカルネ選手。BO5 だったらなんか変わる？変わらない。はい、あの22になった時に拒否ステージが増えるってことよね。さてと2つステージが消えて、もう1つマリオのあのマリオサンシャインのステージが消える。
さあどこを選ぶのか、ミュウツー側が選びたいんで、天井があまり高くないステージを選びたいというところか。ポケモンスタジアム、お互いキャラチェンジはなしか、なしみたいですね。さあ始まった。2本目クエスマで対空して、クエ、さあディオン巻いてヒッチューヒット、おっと膝からディンが入り、さあディエ、さあディンが嫌な位置にある。あのディン帰ってくる時にも判定が残っているためすごく煩わしい気持ちになってしまう。おっとディンが元に帰って、さあここにあるだけでミュウツーとしては非常に手が出しづらい状況。そうテレポートを使うしかないが、テレポートを読まれてしまうためにその後ウエスマが入ってしまう。おっと崖がいい場所にディンを置くことで復帰を制限しましたね、カルネさん。さあ横 B、 おっとあの着艦ができると話題の空中 NB、さあディンおいで、ディンが働きすぎてる、ミュウツー相手にかなり良さそうだ。おっと当たらないのかな多分。うっとディンがまた嫌な位置にあるが、おっと似たような技を出している。さあ空だから、しかし膝が刺さってレールで返していて、おっとまたディンを狙っていった。おどこから出てきたそのディンの炎、なんだ。おっと半端ないぞこの人。空母で外に出されて、空母の判定強すぎる。さあネイルから、ネイルで跳ね返して上投げでバースト、ヒーストック取り返していった。さあ崖を掴むことで無敵逃げが用意。さあおっとネイルで跳ね返ってきて、空前から空上ぬしゃがんで体育あしっかりと切り返し、恐ろしい。うおっとオーバーキルかな。さあイーストックになってしまった。しっかりと切り返してほしいところだが、まだ参る。さあさあ外に出すが、非常に浮きが強いけどまだ生きてて、おっと後隙を買って空上でしっかりバースト。さあ無敵逃げがおなじみと、おっと崖を掴むと思ってやっぱり崖を掴まない。おーこの間合いはミュウツーがテレポートで、ポケスタの天井がせー、跳ね返したの跳ね返した、なんだこの人ら未来を読みすぎている。さあ上投げでバースト、非常に発射力の高い上投げ。さあ取り返すことで一足が並んだ、しかしグーエルで最後取る。さあ空母、空母を置くことでカルネさんが非常に近寄りづらい状況。さあミュウツーのシャドーボールが当たり、シャドーボールをシリルしている。おっとしかし見ているぞ。さあ横スマを一回置くこと、うえーそう最低空で空上を出しましたね。さあ空あー空うコンボはあーやっぱりカルネさんが一本を取っていく。最後でしっかりしている。しかし BO5 なのでまだまだチャンスはある。さあ勝ってる、 2-0 で勝ってるカルネさんではなく、負けてる側のデイさんを皆さんで応援している。僕は勝ってるカルネさん、ああセーブ、はい、なんだなんだ
さらにモードをチェンジしてのんびりしている。まさか誰も今のカルネさんが大会の決勝しているだなんて思わないでしょうね。さあ空砲を引くことで、ああしゃがんで下妻が強い。さあステップ戦からディンを置くネールで、おっと非常に速いテレポートコンボが入り、非常に怖いディンの炎が1個置いてある。空砲でガシガシ削っていってどんどん追い詰めていく。ディンが当たらずしっかりガード、おっと上スマ空砲が当たるか、おっとネイルを読んでテレポートで刺そうとしたが、結局ガルナさんが膝みたいなやつで刺していく。おーっと復帰が本当に強い。さテレポートからクエルという非常に強い行動をやっていくが、ガルネさんはそれを見切っているようで怖い前に立ってないですね。上投げがバースト技なので1ストック取り返す。さあしかし 65% 結構貯められてしまった。おーシャドーボール 23% も入る。わー空砲をしっかりとハンドボックと、なんだあの動きは、え、なんだあれ。さあネイルで跳ね返してくー、うまえしたスマからまだ死なないが、あーっとあれはジャンプがジャンプに刺さったのかガフになったのか、おっとどうした今日。さあ空砲、おっとコンボがしっかり決めていった。アピールまでしてるぞ。ニューツーコールだ。やっぱりかっこいいキャラっていうのはそれだけでも会場の人気は得やすいですね。おっとクーフェット、なんか音が、空砲はあえて当てないことで、もう当てしないことで、うわニュースのバグを決めてきた。あなんか気分気持ちよくなっている時に死んでしまった。さあ、あ、なんだもう一回、もう一回横 B を狙っていった強欲だこの人。さあ、暴れが早すぎるゼルダ。さあ、空前から暴れて、あーっと、あれなんで当たんないの、普通当たんない。さあディンで、おっとディンで止めて相手の動きを制限して、あーダウンしてしまうが怖い、非常に怖い。さあディンで相手の動きを抑制するが、テレポートで一気に乗り越えてくるミュウツ。さあクーエヌをいいタイミングで、本当にこのカールネさんは相手が動くところに技を置いて、非常に強い選手だ。カルネさん 3-0 で取っていった。